見当たらないんです。え、未来の種が。こんにちは、松山玲奈です。この番組、未来の種の探し人です。私、松山玲奈は異常気象、戦争、格差、差別、さまざまな問題に苦しむ、もう悲鳴を上げてる地球から、みんなが笑顔になる新しい地球に変えていくヒントを探していきます。終止法でさ、遺伝子組み換えの作物がさ、無理やり食卓に来るしさ、今地球上のたった8人の人が、地球上の半分の人と同じお金を持ってます。もっと地球ってバランスよくなんないもんなのかな。未来の種てか、お金？え？ここはどこですか？こんにちは。ここはですね、日銀の貨幣博物館です。こうやって金貨並んでますけど、昔江戸時代こうやってお金って金貨でしたよね。はい。その金貨を鋳造していた後藤家、後藤正三郎さんという初代がいるんですけど、まあ、その末裔が代々とこの金貨を作って、その跡地にこの日銀があるんですね。そこの博物館です。お金のこと詳しいんですね。どちら様ですか？私は大西常吉と言います。昔JP モルガンという銀行でずっと金融市場でリーダーをしていた人間です。はい。でもちょっと今のお金の仕組みってちょっとおかしいなと思って、それを根本的に何とかしようと思って活動してる、ちょっと変わったやつですよね。お金の何がおかしいんですか？ここにはですね、今までのお金がずっと陳列されていますけども、今のお金って実はほとんど見えないし触れないって知ってます？見えないし触れない、見えるし触れますけどそうなんですよね。見えないお金って何ですか？今ここにあるのが今のお金ですよね。増山さん持ってらっしゃるのもそうなんですけども、日本中のこういうお札集めて、硬貨も含めて集めると大体100兆円ぐらいあるんですね。はい。でもそれに対して皆さんが本当に持っていると思っているお金、増山さんお金って、はい、今持ってらっしゃいますけども、これだけじゃないですよね。はい。預金口座の中にお金入ってます。あんまり入ってないですけど、僕もあんまり入ってないんですけども、はい、入ってる人は結構、でも大抵持ってるお金よりはたくさん預金持ってますよね。はい。でそのお金も全部合わせると実は1000兆円以上あるんですね。じゃあ紙のお金よりの10倍ぐらい。そうです、もっと 10倍以上あるんですけど、ね、いっぺんに下ろしに行ったらひょっとして触れるお金はないんですか？そう、ないんです、実は。どうやってそのお金って作られてるのっていうことをあまり知ってる人がいないんですけども、実はそれって借金でお金を作るというちょっと不思議な方法でお金を作ってるんですね。どうやってるかというと、例えば増山さんが銀行に100万円預けたとしますよね。その100万円銀行って貸すことができるんですよ。はい。僕が銀行にお金を貸してくださいと言うと貸してくれます。で銀行っていうのはその一部を日銀に預けて残りは貸していいという、そういうビジネスをしているので、これを準備金っていうんですけどね。例えば準備率が 1% だとすると、100万円、増山さんが預けたら1万円を日銀に預けて残り99万円を僕に貸してくれることができるんですよ。でもその100万円、私の預けた100万円ですよね。そうなんですよ。でも増山さんの100万円ってありますよね、預金の中に持ってる。はい。僕に貸したからといってもなくなったりはしないですよね。はい。で僕がお金を借りると、今度僕の口座に、例えば99万円1万円日銀に預けて残り99万円借りると、99万円って僕の口座に書き込んでくれるんですよ。はい。そうすると僕99万円預金持っていて、増山さんも100万円預金持ってますよね。はい。あれ？お金が倍になってます。あれ？最初が100万円しかなったものが199万円になっちゃうんですか？そうなんですよ。へえ。そうすると今度また僕の預金があるので、はい、その 1% の9900円を預けて、また銀行は誰かに貸すことができるんですよ。またお金増えますよね。はい。今のお金って実はそうやって銀行が借金を作り出すことによって増えていくという、そういう仕組みでお金って増えてるんですね。ベーシックインカムってご存知ですか？ベーシックインカム、さっきのお金をみんなに配っちゃおうっていう制度ですよね。そうですね。実は私ベーシックインカムの映画も撮ってるんですよ。あ、そうなんですか。すいません、はい、お見それしました実はベーシックインカムっていう話も今いろんなところで議論になってますけれども、
その借金で作ったお金を配ってしまうと、はい、結局その借金はでもやっぱり誰かが返さなきゃいけないですよね、はい、そうするといくら配って、まあ、例えばお金をどんどん発行して配ってもその分の借金がどんどん増えていくってことは結局そのツケを例えば子どもたちに未来の子どもたちに回すとかそんなことになってしまうので、あのベーシックインカムの議論最近あのかなりあるんですけれども、それをやるんであれば、はい、誰の借金でもないお金を作る必要があるというふうに私は考えています。誰の借金でもないお金を作って配る、そんなことできるんですか？実はですね、過去にそれをやった人がいるんですよ。あの高橋小出清さんという方が写真の方です、はい、優しそうな、はい、要するに国債というのは政府の借金ですよね、はい、で今はそれができないことになってますけれども、銀行が国債を、日本の民間の銀行が国債を買いますけれども、はい、それは借金で、発行したお金、皆さんの預金を、使って国債を買うんですね。日銀が直接国債を買うってことは、日銀が直接お金を作って政府に渡してしまうということになるんですね。のは今それは悪いとされて、法律的に禁止されてるんですけども、実はこれ高橋小力夫さんそれやった時にはですね、とても最初はうまくいったんですよ、はい、ただそれを軍部がですね、戦争をする時にお金が必要になってくるので、それを使ってどん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 発行したために、まあ、戦争に突入して、で最終的にそれを止めようとしたあの高橋さんは226事件で暗殺されてしまったんですけれども、はい、じゃあ高橋さんみたいにその、みんなで管理しながらお金を作って戦争じゃなくて平和に使えばいいんじゃないですか？そうです、それはあの確かにその通りだと思います。ただ今は法律的にそれができないことになっているので、もちろんそれは今ではできません、はい、ただそれを法律を改正すればもしかしたらやることができるかもしれない。最近そういう動きが世界でも進んで、イタリアのミニボットっていう政策がそれに近いですよね、はいはい、よくご存知ですね。最近、まあ、イタリアの第一党になった五つ星運動が、まあ、ミニボットっていう、これは本当に小さいサイズのこれは債券を発行してそれを流通させるということを、まあ、お金を政府が作って、まあ、小さい単位ながら流通させるということをやるというふうに言い出してます。ただイタリアの場合は一つ難しいのはユーロですから、はい、勝手にイタリア政府がお金を作ってというわけにはもうそれはある程度限界があるので、はい、逆に言うと日本のようなですね、世界一のお金持ち国なんですけど、世界一その黒字を稼いでる国、そういう国が、まあ、そういう政策をやればもしかしたら世の中がガラッと変わるかもしれない。なるほど、日本に地球の未来がかかってるかもしれないんですね。そうですね、僕は日本からそれをやれば世界が変わると思っているので、はい、今のお金の仕組み、まあ、今までのその経済成長をしていく上では非常にまあ役に立った仕組みなんですけれども、そろそろ、時代遅れになっているんじゃないかなというふうに思ってます。もし日本にベーシックインカムが誕生したら、 AI 人工知能の導入によって今後5割以上の仕事が失われると言われています。すいません、40歳を過ぎた女の子は減額制度っていうのを取り入れさせてもらってるのね。思春期になる大切な時期だろ、もうちょっとアイシャちゃんと一緒にいてあげろよ。あなたはもういらないんです。